これから暴落するかどうかなんですけれど、全然わからないんですけれど、今記事読んでるところでして、記事によると、崩壊してるんだけれど、いいえってことで、暴落にはまだつながってないっていう記事がこれと、そうですね。で、あとは、やばいって記事の方が多いんですけど、例えばこれなんかは、まだ、売りに出されてて、ディップ修正の調整の購入じゃなくて、ラリーで回復したところに販売っていう、今までは下がってるディップ調整の時に買って、調整の時買うっていう動きから、ある程度上がったところで売るっていう動きに変わってきちゃったんで、ベアマーケットってことで、弱気市場ってことで、これから下がっていくという記事です。で、これなんかはもっとあれで、市場の売り切りがまだ終わってないってことで、もっと下がるっていう可能性があるということで、これの方が合ってるかなと思うんですけれど、こんな感じで、市場の今底を見つけている状態で、これだともう、上昇トレンドに参加している株が少ないことを意味します。上昇トレンドになっている株なんてほとんどないし、通期市場の健全な兆候ではありませんってことで、弱気市場に入ってるということで、そうですね。あとはなんか方法で、分析してるみたいなんですけど、ここで前の底値圏がここなんで、そこに、ここ前の底値圏を切っちゃうと余計やばいかなっていう感じなんですけれど、そんな感じだと思います。いろいろ考えて、売りは、いろいろ考えると売りはまだ終わってない。で、まだベアで弱気市場ですね。弱気派に有利ですってことで、この記事は下がるってことで。これは、モルガン・スタンレーの、多分お偉いさんだと思うんですけど、成長株の買いに警告ってことで、もうあんま買うなっていうことで、どうか。マネジメントのシニアポートフォリオマネージャーの方は、もう、ディップを修正で、ちょっと下がったところ、今なんかを買うのはやめた方がいいっていうことで言っておりまして、ドットコンバブルと比較してる人が多いんですけど、全く同じじゃないみたいなんで、ちょっと読んでもわからなかったんですけど、この貿易ってのはトレードですね。トレードが回復する、取り戻す、回復するまでに、そこですね。そこを見つける条件が、売り手の枯渇ってことで、売る人が誰もいないので、悪いニュースで株が下がるのをやめると。それが起こらないと、ちょっと下がり続ける。そこにいるのか分かりません。私は大きな幸福みたい。大きな幸福っていうのは、1日に10%とか下がる大きな下げだと思うんですけど、
大幅に下落していますが、大きな、まあ、下落はなかったと。まあ、2% とか 3% ぐらいで下がってたのが続いたんで、まあ、あとの底値圏に来た確かめる方法は、ディップを買うことができると誰も信じていない時です。まあ、ディップじゃなくて上昇に転じちゃうっていう、まあ、そこをついて上昇に転じていくってことが、上昇になっていくんで、ディップを買うことができなくなると、人々が思う時ですね。まあ、そうですね。まあ、そこに、そこがどこになるかってことで、まあ、そうですね。ここら辺もちょっといまいちよくわかんない。人間の行動は変わりません。バブルが崩壊すると逆トレンドのラリーが発生し、少し上昇してから低くなり、次に上昇して、まあ上がってもまた下がっちゃうってことですね。まあ、ぐじゅぐじゅしながら、そこを見つけていくって感じだと思うんですけど。はい。ってことで、まあ、記事全体通してみると、まあ、暴落するっていう派と、暴落っていうか、まあ、まだ下げがうんと続くっていう派と、まあ、まあ、そんなに暴落ではないと。調整のここの市場は崩壊してますか、いいえっていうことで、まあ崩壊までは行ってないっていう調整の域だっていう派の意見と、まあ両方ですね。まあ YouTube でも見るとやっぱり両極化してまして、まあ、まあ暴落するって人と、まあ調整で終わるって人の両方いるんで、まあどっちになるかなっていう感じなんですけど、自分の感覚としてはこれは調整では終わらないなっては思ってるんですけれど、まあ調整だったらここまで下がんないんじゃないかなっていう感じなんですけれど、まあちょっとわからないですね。まあ期待するのはやっぱり調整でこっから戻っていくっていう、また上昇トレンドが始まってくれればいいなって思ってるんですけど、まあそんな甘くないよなっていうのが頭の中巡って、結局まあやっぱりある程度年配の人が、経験がある人がやっぱり下がるとは言ってるんで、まあ、年配の方とかのかもしくは、まあある程度は若い人の方がまだ上がるっていうか、調整だっていう感じなんで、ベテランが言ってることは正しいんかなっていうふうにも見てるんですけど、まあどうなんかなっていう。であと今ちょっと投資家のあれもちょっと変わってきてるんで、個人投資家が結構増えてるんで、今までとちょっと違うところもあるんじゃないかなっていう感じで見てるんですけど、あとはレバナスって言って、レバレッジかけた、うんとかけるような、なんだ、 ETF 投資信託 S&P500 とかのがあるんで、その買ってる人たちが損切り食らったんじゃないかなっていう感じもしてるんですけど、だからこれで終わるんじゃないかっていう楽観的な考えもしてるんですけど、でもまあ違うなっていう、もう分かんないなっていう感じですね。はい、すいません、ちょっと分かんないですね。はい、以上です。